はい、皆さんこんにちは、SYK 代表の北野です。今回はですね、乗り越えられない壁を乗り越えられる方法というテーマでお届けをしていきたいと思います。今ビジネスをしていて、それこそですね、コーチコンサルト事業であったりとか、セラピストであったりとか、中小企業を経営されている方であったりとか、個人企業家さんもしくは経営者の方ですね。で、売上をどんどん達成していきたい。でもですね、やっぱり常に壁っていうのはありますよね。で、そうなった時に、どういうふうなですね、心構えで、成功をですね、勝ち取っていけばいいのかっていうのこれは僕自身のですね、今までの実体験、少なくとも、創業2年で年商で3億円というところまで来た過程で僕自身が経験してきたですね、その全てというのをですね、皆さんにお伝えをさせていただけたら、非常に参考になるんじゃないかなということで動画を撮らせていただいております。で、今回ですね、いろいろテーマはあるんですけども、まず1個目のね、この壁っていうのはいつの時代もあるよっていう話で、これはですね、どのフェーズもそうです。例えば、僕自身であればですね、今年商で3億規模っていう会社になってますけども、じゃあなんで10億いってないんですか、なんで修二さんは年商100億いってないんですかと。やっぱそれが僕らにとってはやっぱ壁だったりするわけですよね。これはどこまで行っても壁っていうのはついてくると思います。それこそオリンピックで銅メダルをですね、取った。素晴らしいですよね。でもその人にとっては金メダルが取れなかったっていうのが一つの壁になってきたりとか、年収1億円の人っていうのは年収3億円の人と比べた時にやっぱり壁を感じたり、孤独を感じたりね、することっていうのもあったりするわけですよ。ビジネスっていうのは常にね、この壁っていうのを意識する必要があってですね、逆に言うと、いや、私は今すごい順調に来ていますと、もう壁なんて全くないですと、もう人生が本当に楽しくて、楽しいのはいいことなんですけども、苦しくないですと。っていう人っていうのは、これは裏を返すとですね、成長していない証だよっていうことなんですよね。どういうことかというと、本当にその物事にですね、熱中して、死ぬ気でですね、もっと事業を良くしていきたいとか、もっと売り上げを上げていきたい。目標に対して本気なんですよ。本気で取り組んでる人っていうのは常に毎日が苦しいはずなんですよね。苦しい。そして壁を常に感じている。で、その壁っていうのがちゃんと明確化できているからこそ、そういう人はちゃんと壁を越えられるっていう話で、今回の話の結論はですね、乗り越えられない壁を乗り越えるためには、まず自分が越えられない壁が何なのかをしっかりと、明白に言語化するっていうのが非常に重要になります。例えば、今年商で1億いってない人であれば、まず1億円という壁がありますよね。その1億の壁がある。じゃあそれをさらに細分化をしていくとですね、非常に面白いことが分かってきます。例えば1億円、例えば今が年商規模が3000万円あると、そこから1億、じゃあ7000万円の壁があるなっていうのが今度見えてくるわけですよね。年商1億の壁を細分化すると残り7000万円を埋めていく。これが自分の壁だと気づく、課題認識ですよね。じゃあその7000万を埋めるためには、今の単価の商品を何個販売すればその差を埋められるんだろうなっていうのを考えた時に、もうちょっとターゲットを今の顧客層を広げていかなきゃいけないだったりとか、ターゲットスライドといってですね、もっと違う属性の人を取っていかないと売り上げはこれ以上伸びないんじゃないかという経営判断になってくる場合もあれば、今まで使っていなかった集客媒体をどんどん構築していかないといけないのやであったりとか、そういった集客方法を今のうちから勉強しないといけないよなとかっていう風な、やるべきことっていうのがどんどん明確になってきます。つまりは、自分が超えられない壁というのはですね、どんどんホワイト深掘りをしていくことによって、じゃあそのためにはどうすればいいんだろうな、そのためにはなぜそれが達成できないんだろうなって、いわゆる why、 なぜという問いかけと、そして、how、 どのように、この2つがポイントが重要で、どのようにしていけばその差を埋めることができるんだろうなという思考でですね、深掘りをして自分にセルフコーチングをかけていくことによって、具体的な目標数値、これ KPI って言ったりするんですが、言葉は難しいんで覚えなくていいですけど、が見えてきます。そうすると毎月の、リストを何件獲得しないといけないのか、何件アポを取らなきゃいけないのかっていうところまで落とし込めると、その人っていうのはですね、そう遠くない未来しっかりと壁を突破することができるんじゃないかなというふうに、思います。なので今ね、しっかりと、壁を感じないという場合は、目的意識、課題認識が甘いということになりますので、今の自分の壁は何なんだろうなっていうのをね、しっかりと認識していただく。僕の場合は結構紙にこういうの書き出したりもしてるんですけども、僕らもやっぱ事業やってる上でやっぱ壁だらけなわけですよ。もう八方塞がりなぐらい壁がある。もう思いつくだけでもう20個近く壁があるわけですよね。でも本気でその事業をやってると、うちはね、結構クライアントさんとかパートナーさんに言われるのが、いや SYK さんって本当にそれだけ業績を伸ばされていて、すごい順風満帆でね、25歳でそれだけの会社を作ってすごいですねって言われることもあるんですけども、僕らから言わせていただくとですね、もう割烹塞がりなわけですよ。八方塞がり。もちろんその壁をね、どういうふうにして越えていけばいいのかっていうのもある程度は見えてはいるんですけども、常に本気で事業に取り組んでるとですね、やっぱり壁が見えてくるわけなんですね。で、それを常にどういうふうにして越えていけばいいのかっていう思考で24時間ですね、頭がちぎれるくらいやっぱ考えていくっていうのがすごい重要になります。そして最後、この乗り越えられない壁はないっていう話で、結論から言うとですね、その壁を認識できた瞬間に、あなたはもう成功していますっていう話です。
あ、誤解しないでほしいのは、あ、その壁を認識できた、じゃあ努力しなくていいや、じゃないんですよ。その壁を認識できた時点で、あなたっていうのはですね、その壁を乗り越えられる可能性が十分にあるよということになります。で、例えば朝起きた時に皆さんにですね、1000億円事業のですね、規模の話っていうのは多分来ないと思うんですよね。でもそれが例えば前澤さんとか、ソフトバンクの孫さんだったりとか、GMO の熊谷さんとかね、あの裁判の藤田さんとかであれば、もうそういう話は毎日ように来ると思うんですけど、自分のそのレベルに応じた壁しか人ってのはやってこない。結局乗り越えられない壁っていうのは来ないようになってるということなんですね。まあ、もし明日ね、あなたの元に1000億円事業の話が来たとしたら、それはもう多分詐欺なので、まあ、無視しておいていただければいいかなと思うんですけども、そういうように超えられる方法っていうのをですね、まあ、死ぬ気で考えるというのが非常に重要になります。で、まあ僕らはですね、まあ創業当初は一番最初、まあ通販事業で行こうとか、まあいろいろなね、教材販売で行こうとか、いろいろな事業案をやっぱり考えた時期があるんですよね。当時はやっぱりサイト運営だったりとか、マッチングメディアを作ったらどうかとか、いろいろ事業をやっぱりホワイトボードにね、創業当初は、まあ共同代表の山崎と一緒にやっぱ書き出すわけですよ。で、書き出してホワイトボードがもう真っ黒になるぐらいですね、もう毎晩のように、創業当初はもう深夜遅く、もうね、事務所泊まり込みでホワイトボードにもう書き連ねて、めちゃめちゃ事業アイデアを考えるわけですよ。まあ、その中でですね、まあ、ヒットしたのって言ったら本当にごくごく一部なんですけど、結局ですね、次の一手が思いつくまでは息をするなっていう話があってですね、多くの人っていうのは、事業アイデアを思いつかないって言って、2日、また3日、また4日とですね、時間刻々と過ぎていってるわけですよね。そうではなくて、本気でですね、物事に集中して、もう考える、もう全集中するわけですね。その意識さえあればですね、アイデアっていうのは絞り出せたりするわけですよ。まあ、どうしても自分の力でそのアイデアが絞り出せないんだったら、アイデア試合ではいろんな人に会いに行ってみるっていうのもいいと思うんですね。まあ、それぐらいの行動力っていうのは、まあ、最低でも必要かなとは思うんですけども、思いつくまで息をしない。次の一手を考えるまで息をしないと。次の事業戦略でマネタイズできる、稼げるアイデアを思いつくまでは息をしないぐらいのですね、まあ極端な例えにはなりますけども、まあ、ちゃんと考えまくって、一つの物事にですね、本気に向き合ったことってありますかっていうことなんですね。なので、ぜひ、まあ私のね、私のうちのクライアントさんとかでも、この日々のこのマインド系の動画とかのですね、まあ、ランニングの途中に聞いていただいてますとか、毎日聞いてますって投稿をたくさんいただくんですけども、まあ、ぜひね、今日のこちらの、まあ、動画を参考にしていただいた上でですね、今の自分の壁って何なんだろうな、今自分がやるべきことは何なんだろうな、そしてその先の優先順位、まずどっから先に手をつけていけばいいんだろうなっていうのをですね、今すぐ、もう今日この動画を、見終わった瞬間から、ぜひやってほしいなと思います。まあ、一個ね、課題としてはね、こちらの YouTube コメント欄もね、一応コメントできるようになってますので、まあ、そこでぜひね、アウトプットしていただくっていうのもいいと思いますし、まあ、コメントしていただいた方はですね、私自身から直接、YouTube のコメントはね、僕自身が返信させていただいておりますので、そちらもね、アウトプットしていただくってもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、まあ、今回の動画以上という形になるんですけども、まあ、ぜひね、参考になったという方、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、そしてね、下記の概要欄の方からですね、LINE でプレゼントもお渡ししておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみていただけたらというふうに思います。それではね、今回の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。